はい、皆様こんにちは。今回はですね、ザ・ランページがやばいについて話していこうと思います。はい。でね、ザ・ランページに関しては、まあ僕はね、結構にわかなもんで、まあ知識が不足しているんですがね、ご了承ください。でね、ランページはね、最近新曲を出してね、16 Boosters、16って書いて Boosters。まあっていうタイトルの、新曲を出したのですが、これがやばい。本当に。はい。で、どこがやばいのかって言ったら、まあもちろん曲調とかも僕の好みですし、しかももうこの激しいダンス。これはマジで LDH の魅力と言っても過言ではないですよね。ボーカル&ダンスグループなもんですから、まあね、ボーカルもね、あのね、吉野北斗、河村一馬、そして天下の陸。この陸の歌声が本当にやばい。でね、ちょっとここからは僕の不満なんですが、あのね、このボーカルのね、吉野北斗と河村一馬を LDH は前に出しすぎて、陸が正直かわいそう。はい、やめてあげてほしいですね。もっとリクを全面に出してほしいです。彼はね、もう将来のエグザイルです。はい。でね、もっと何がやばいのかって言ったら再生回数がやばすぎる。はい。でね、最近のね、まあ大体2020年、まあコロナに入ってから、LDH のね、もうエグザイルも含め、3代目も含め、ジェネレーションズも含め、全然再生回数が伸びていない。はい、10年ぐらい前。約10年前であったら、再生回数1000万再生、超えは当たり前でした。はい。もっと売れたら、まあ、3000万再生とかね。はい。まあ、3代目の流星とかで言ったら 1.7 億回です。はい。でね、コロナに入って再生回数が、まあ、よく、伸びたやつで言っても300万再生とかね。まあ、3代目のね、スターズっていう新曲も360万再生ぐらい。はい。でね、ここでね、なんとザ・ランページは2週間あたりで約500万再生突破しました。はい、これすごいですよね。どんどん伸びていってほしいですね。もうね、この3年ぐらいはね、LDH は1000万再生をね、超える猛者たちが現れていないので、ぜひね、このね、新時代の、ザ・ランページにはね、ぜひね、1000万再生をね、超えてほしいと思いますね。はい。いやー、マジで、すごいっすね、本当に。本当。LDH といえば、まあ、ザ・ランページっていうくらいに正直成り上がってほしいなと、はい、思いました。にわかながらに。はい。なんでね、このね、スリーボーカルっていうのをね、ほんと美しいですしね、この構成というか、この人数多いのが、やっぱりいいんですよね。そこが取り柄なんですよね。はい。やっぱりね、まあね、エグザイルとかはね、人数多くてね、嫌だっていう方もいると思うんですがね、ザ・ランページはね、ザ・ランページらしくやっていきましょう。はい、以上です。